第11回川崎市マスゲーム大会が川崎球場で彩りも豊かに開催されました。2000人を超える幼稚園の園児たちの遊戯をはじめ、高校生の力強い相撲体操、小学生の鼓笛隊のパレードなど次々と演技が披露されました。晴れ渡った秋空の下、会場をうずめて繰り広げられる若い力のハーモニーに、スタンドの観衆は惜しみない拍手を送りました。